ベア。なんていうの、その想像力すごいなっていう話なんやけど、まあある時、まあちょっとお寺さんにお参りに行きまして、で、そのお寺さんがまあすごく大きなお寺さんで、綺麗な池があって、で、そこの、まあ、池の鯉が、大きな鯉がいっぱい泳いでるんやけど、そこをまあ見るとも見んともなく、ちょっとこうボボーっと、まあ、眺めてるというか、そういう状態だったわけよね。で、その時にふっと気づいたら、まあ結構年配なご夫妻、まあ多分ご夫妻やと思うんやけど、が横に立ってはって、で、ふってこう、まあ旦那さんやと思うけど、そのお父さんの方が、なんか、しかしこれ立派な鯉やなぁ、言うてるのを見て、聞いて、あって俺もそっち側に目をやったら、なんかまあ素敵なご夫婦いうか、なんか仲良さそうにしてはるなぁと思って。みんなそのお母さんのもずっと鯉ずっと眺めてそうやなぁ、言うてんねんけど、そのうち、せやねん、鯉見て思い出してんけど、やっぱり西川の清さんええわぁ、言うて、って言うてたから、まあなって俺も鯉見てて、まあ、わからんでもないけど、どうつながんねん、その話とかね。でもお父さんも、うん、そうやなぁ、って、西川の巨さんええなぁ、って言ってたっていう。まあ今日もまあちょっと薄めの話やったけど、まあちょっとほっこりしたかなっていう、話で。まあ、仕事します。はい。で、昨日、おとといかな、まあ、グローバルやなっていうことがあったんやけど、まあ、うちの嫁さんが、まあ、洗濯が終わって、で、まあ、俺、リビングでおったんやけども、なんかこう、洗濯物、こう、ふすまにこう、パタンパタンってやるやん。で、パタンパタンってこう、聞こえ、パタンパタンって、そんな何回も聞こえてたんやけど、で、その時に、ドンって言うたのと同時に、いったーってでっかい声が聞こえたわけよ。で、その後ちょっと止まってというか、1秒か2秒空いて、もうなんかもうめちゃくちゃこう、いったーって多分もうめっちゃ痛かったやろな。1秒2秒こう我慢したけど、やっぱりもうめっちゃ痛かって、崩れ落ちる、こう、いったー、エルボー。そこだけ英語かえってほんまに言うてしもたもんな。それほんまに奇妙やったの、ね、みたい。そこは合うてたけど、なんでそこだけ、そこは英語やねん言うたら、日本語が出へんかったっていう、まあかなりうちの嫁さんもグローバルなインターナショナルな女性になったなっていう、うん、っていう、そんなちょっとごまかした話でした。うん、っていうことで仕事します。はい、でちょっとまあ久しぶりに、まあ、全部はまあ見てないんだけども「ターミネーター」っていう映画のちょっとなんかこう予告編みたいなもうこうちらちらとこう見てたわけよな。で見てた時にふっとこう蘇ったのが、俺の小さい時 小学校低学年の時に本当に。おったターミネーター、うちの近所にいてはった、ああ、これリアルターミネーターやったなっていう話なんやけど、その多分確か小学校1年か2年かぐらいの時に、まあ近所の兄ちゃんと一緒に、まあいつもまあやんちゃをいたずらをやってたな。で、そのいたずらの中で、フットボール型の、こんなちっちゃい1センチ、2センチぐらいの大きさのフットボール型の玉というか身にゲジゲジがいっぱいついてて、オナモミっちゅうんかな、俺らはそのひっつき虫って呼んでたんやけど、でそのひっつき虫をいっぱい集めて人にひっつけて遊ぼうぜっていう話になって、でそれもまあなんか知らんけどバケツいっぱいもうなんか二人で取ってケッケラケッケラ笑いながら、おおここにもあるぞあそこにもあるぞ言うて、まあこうひっつき合いしながらとかこうやってたらバケツいっぱい溜まったんだよな。でそれを持ってまあ自分らの町の中でも結構人通りの多いところに行って、こう電信柱の陰からこう一個ずつこう来る人にこうピュッてこう投げて遊んでたわけよ。でそのうち遊んでたんやけど、なんかあんまりみんな気もつけへんし、
でそれってじゃあこれ何なんやろみたいになって、まあまあ子供のことやから、まあ、すぐに飽きて、じゃあもうこれもやめようと、でこれ余ってんのどうするっていうよりも投げた数よりも圧倒的に残ってる数が多い、でこれどうするって言って、ほらもう次来た人にもう全部浴びせて、でも終わろうって言って、うん、うまかった言って、で次来た人がバーッとこう見てたら、おばちゃんがこうチャリンコ乗って来てたから、あこのおばちゃんやなと思っておばちゃんにバッってこうやって浴びせたんよ。なら自転車でこう走ってるところにこう当たるから、多分ものすごく痛かったと思うねんな今思えば。でそれ浴びせた瞬間、おばちゃん両方のブレーキキレー止めて、あんたら何するんやー言って怒り倒して、ほんで俺らにしたらやっぱり逃げろになって、二人でバーって逃げるんやけど、まあ、あの隣の兄ちゃんっていうのは俺より3つ上やから、もちろん俺をこう俺も巻いて逃げるみたいな、多分おばちゃんもちっちゃい方の方が捕まえやすいっていうことで俺をロックオンしてるわけよ。で俺いろんな方向にまあ逃げるんやけど、細いところに入っていったりするんやけど、バッてこっち見て、ほんでもうちっちゃいこう見なんで、顔覚えたからなあんたって言うから、うわ怖い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 思って、でまたどん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 奥へ奥へ逃げて、で最終的にで俺はもうあのそっち側に向こうに抜けたらどこに出るっていうのをそのおばちゃん知ってるわけよ。だからうわこれめっちゃ怖い思って、逃げても逃げてもほんまに追いかけてるんで、最終的にこれももうあかん思って、で最終的にまあ子供のことやから家に自分の家に入って鍵ガンかけてるね、いけた思ってセーフと思ってんやけど、まあ夜、まあ、お母ちゃん帰ってきて、でご飯の支度やってお父ちゃん帰ってきての時にドアドドドドドドって来て、で俺にしてうわターミネーターやと思ったらほんならきっちりおばちゃんがお宅の息子どうなってんの言うて、もうえらい散々後から怒られたっていう、まあ昭和のリアルターミネーターのお話でしたただのおばはやけどな。いやでもあれそのターミネーターの予告編を見た時に、あのおばちゃんの恐怖を思い出したよ柴田さんと重なる、いやまあ重なるどころかめちゃくちゃ怖かったよまあでもそのおばちゃんあの焼肉屋を経営し、まあ、近くでな、焼肉屋さんを経営してはる人やって、で それが縁でっていうのもおかしいけど、まあ、そこからその焼肉屋さんによう行くようになって、でまあ大きくなって、まあ、もちろん結婚して、で子供がお前が生まれてから一緒に言うたら、おばちゃん言ってあのかでうちに子供できてん言ってその焼肉屋さん行って、まあ、行くたんびにほんまあんたなちっちゃい時な言ってもう行くたんびに言われたっていう、まあ今となってはいい、まあ いいお話やけど、おばちゃんにしたらたまらんわな痛い目を負うてみたいな、で行くたんびになそうやって永遠にお肉食べさせてもうてみたいなっていう、まあそういう ハートウォーミングなお話でしたということで仕事しますで、まあ、ちょっと僕と嫁さんと車で移動してる時のことやねんけど、まあ、何もなくというか、まあ、ぼーっと運転してました。だその時に横から、トラックがこう追い抜いていく、うーんってこう結構いいな勢いでこう追い抜いていったんやけども、で、まあ、僕は何も思わず抜いてってるなと思ってたら、な助手席に乗ってた嫁さんが、まあ、ぼーっとこう見るともなく見んともなくやったんやと思うわ。な急になんか大声で、あめっちゃかわいいって言うから、何やと思ってたら、ほなの弁天さんのステッカー貼ってるって。で思ったけど、弁天さんのステッカーってなん、よう弁天さんって一瞬で分かったなっていうのと、弁天さんのステッカーと思ってはって見たら、B剣さんでしたっていう、ああまたまたみたいな、ハートウォーミングなお話でしたと、はい、いうことで仕事します。でこの間の、まあ、続きじゃないんやけど、続きというかあのこの間リアルターミネーターっていう話をちょっとしたんやけど、まあ、それに次ぐ第2弾というか、もう一個っていうか、なんかそのターミネーターの気持ちが俺分かるなって、追われる側じゃなくてターミネーター自身がなんか俺分かるわっていうふうに思って、なんでやろうと思った時にふって思い出したんやけど、
小さい時、まあ、それも小学校低学年やったかな。でその近所の、まあ、いつもの幼馴染の兄ちゃんがまあ、実際には2人おって、ね、2人とも3つ上なわけよ。でその2つ上の兄ちゃんだと3人でなんかキャンプファイヤーじゃない、なんて言ったらいいの、ボーイスカウトなのか何なのかのなんかこうキャンプみたいなのに参加したんねんな。でその参加した時に、夜、まあ、楽しくでわいわいやって楽しくで終わって寝て、で朝方なんかこう全然こうめちゃくちゃ気持ちいいところで寝てるというか、もう無音の中で寝てると、もうなんかもうすごい思いっきり寝てるんやけど、それがなんか少しずつこう記憶というか意識が覚醒してきて、やけど全然こうなんか遠くの方でなんか兄ちゃんが物言うてるみたいな、おい秀樹秀樹おいって言うてる、なんか夢の中でまだ言うてるような感じやって、でもなんかこう体を揺り起こされたから、こうふーっとこう目を開けたら、思いっきり目の前でこう兄ちゃんがこう、おい秀樹とか言ってどうこうのって言うてるんやけど、全く聞こえへんと、全くっていうかもうそれくらいちっちゃい声でしか聞こえへん。でこれでうわーって焦ってパニックになって、うわ耳聞こえへん耳聞こえへんって言うてたら、ならなんかこう手当てろ手持っていけみたいな風にやってるから、えっと思ってパッってやったら、にゅーってガムを詰められてる両方にもう目いっぱいきっちりガム詰められてて、でその瞬間、さっきまで一瞬パニックやったけど、その瞬間カチーンって、こいつら何してくれてんねんになって、でそっから俺自身がもう パトリオットじゃないわ、ターミネーターになって、もうその日一日中もうその二人にもう絶対一矢報いようと思って、でしかもグーって追いかけていくんやけど、やっぱり三つ上やし逃げられるし、でなんか全然ちょっとこう人気の折れへんとこで見つけた時は、見つけたぞお前ってこう文句言いながらかかっていくんやけど、逆にもう言うたら投げ飛ばされて、でそれでまた泣く、で泣くんやけど余計に悔しくなるから、でまたそれを追いかけるっていう手も、もう一日中追いかけて、見つけては殴られ、投げ飛ばされ、でまた泣いては追いかけみたいな、多分あれ俺ターミネーターもいろいろなんか鉄パイプで殴られたりとかいろいろしてるやん、結構辛いと思うよ。何やその話。いやもうターミネーター側になってみたらよ、まあ、なんで俺こんなんされてんねんみたいな風にもやっぱり見えるわ、見えるっていうように、で最後なやっぱりこう絶対こう やっつけられて、でちょっとだけ動くんやけどやっぱり徹底的にやっつけられてっていう、なんか俺投げ飛ばされて腰打って、もう痛いやらなんか息できへんやらで、なんかもううわーって泣くんやけど、背中ボン打ってるから声出えへんって言って、ほんで息が詰まってわーって泣くっていうのをすごく思い出した時に、なんかそのターミネーターの心境がなんとなく分かったっていう、そういうちょっと寂しいセンチな話でした。センチメンタルな話でしたということで仕事します。